んにちは、リアジセルです。今日私は岩田山について話したいです。日本へ行くために貯金しました。私は会社員ですから一生懸命働きました。2018年に京都へ行ったことができました。岩田山は私の京都で一番好きな公園です。岩田山は嵐山にあります。2月に行くことができました。2月が一番寒いな月です。それに冬から雪が降りました。日本猿が見えるために山に登りなければなりません。山に登るは簡単そうだと思いましたけど、実に難しいでした。とても難しいでした。山の上に私は日本猿に餌をやりました。それで岩田山は素晴らしいです。いつか岩田山へもう一度行きたいです。それだけですけど、皆さんアドバイスがあります。日本語が上手になるように毎日勉強しなければなりません。覚えてください。ありがとうございました。またね。